応援演説をお願いいたします。よろしくお願いします。1週間前ご通行中の皆様方、環境大臣の丸川珠代でございます。いよいよ参議院選挙最終日を迎えました。今日この日まで中原八一の戦いを、そして我々が誇りある日本を取り戻すための戦いをお支えいただいた皆様方に心から感謝を申し上げます。新潟はこの参議院選挙、たった一つの議席を皆さんに選んでいただかなければなりません。この大切な大切な新潟の一議席に皆様方は少しずつでも結果を出して前へ進もうとする政治を選びますか、それとも批判はするけれども答えのない政治を選びますか。答えのない政治がどれほど我が国に混乱をもたらすか、我々はたった4年前に見たばかりです。なんとしてもこの新潟の一議席に中原八重を選び、責任を共に果たしていこうではありませんか。この道しかありません。私たちはこの経済優先の道をまず進んできました。ようやくアベノミクスは第2ステージです。経済と分配の好循環、まさにアベノミクスで得た果実をこれから皆様のもとへ、地方へ、中小企業へお届けする大切な大切な局面です。そしてまだまだ私たちの果実が、成功の果実が届かない皆様方へ、これからしっかりと我々は分配をしていく。野党の皆さんのご批判は甘んじて受けましょう。しかしながらそのことをもってしてアベノミクスを失敗だと切り捨てて、本当に問題は解決するでしょうか。答えはノーです。今ここでアベノミクスをやめてしまえば、私たちの国はまた4年前の先の見えない暗黒の時代に戻るだけです。日本の経済を、日本の外交を、4年前の先の見えない時代に戻してはなりません。この参議院選挙で皆様方に新潟の一議席を、中原八一をお選びいただくことによって、私たちはそこで得た票よりも多くの力を皆さんに頂戴します。アジアの緊張状態、東シナ海や南シナ海で起きている現実にしっかり立ち向かえるのはこの中原八一、我々自民党しかありません。どうぞ最後の最後まで中原八一、中原八一にお力を賜りますことを心からお願いし、この道を皆様方が共に力強く前へ進めていただくことを心からお願い申し上げまして、中原八一への応援といたします。どうぞ最後の最後までよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。中原八一をよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。